はい、チャロノです。繁忙期頑張ったからもうキャンプさせて、キャンプ来たよ、おキャンプ。とりあえず今日はサーカス、天幕デザインのサーカス貼るけ、貼っていこうかな。バン、これなセカンドストリートで激安の備品を買うたやつ、初貼りやっていくよ。まず五角形の小さいシートを軸に真ん中にペグ打つんじゃ。五角形の真ん中のペグからガイドロープを引っ張ってね、5箇所ペグ打つするだけ。ほんなら大体の形が出来上がる。ほいでテントを広げる。こうパパパパテント広げたら5箇所、このテントも五角形じゃから、その五角形のペグ打ったところへ引っ掛けていくだけ。簡単じゃろ。初心者でもできる、ほんまにな。はい、ポールをつなげて立ち上げていくよ。初張りじゃけな、見よう、適当にやれおるけど多分なんかそんな感じじゃと思う。ちょうどいい気候じゃ今日は。はい、これで立ち上げていくよ。はい、まず一箇所チャック開ける。ほんならそっからポールを入れれるけ、それでど真ん中へぶっ刺す。そしてグッ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 と立ち上げる。ほんなら形になった。あっという間じゃっけこれなあ。初張りにしちゃ簡単。もういやいや、ほんまこれ素人さんでもできるよ。わしも素人じゃっけな。へで立ったらチャックまた閉めるんじゃな。ほんなら形が整うから、あとは5箇所あの引っ掛けたなところを締めていく。グッ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 締めるんじゃ。どんな、いいんじゃね。おかっこいいんじゃね。ちょっと見てくる。まだいろいろペグも打たなきゃいけんけどな、こんな感じじゃな。どっちが前でどうなるのかちょっとよくわからんのんじゃけど、まあこんな感じやな。サーカス天幕デザイン、いやかっこええ、めっちゃかっこええがこれ。やべえし、かっこよすぎじゃろうがおい。しかもこれがコットンじゃけえな、コットン、ポリコットンな、ポリコットン。水芋もう下がもうこれ見て、雨の後じゃけぐちゃ。明日ちょっとよう乾かせないけんけどな。ほんなら各部ガイロープ引っ張ったりしてペグ打っていくよ。はい、あとはもうスカートじゃな、スカート部分のペグ打ちな。ほんなら程よピーンと張ってくるけな。冬空の下風も入ってこん。ほんでまたさっき開けたところ開けるじゃろ、たくり上げてな出入り口を作るんじゃ。ボッケーかっこいいがこれ。わしよりかっこいいか。まあわしもかっこいいんじゃけどの、今ハゲしようってからの、どがもならん言うた。はい、もうめんどくせえけどロープ引っ張るんやめた。はい、かっこいい、めっちゃかっこいいんじゃけど、やべえな。まあせめえな、まあ一人二人が限界かな。くせ、おい、わしはもうへ、設置終わるんだ。ほら、もう周りもこう準備してな。あのバカたる後輩まだ来れへんが、いつもじゃろうが。あいつはわしを舐めとんか。どう、先輩と思うてねえじゃろうがあれやろ。まあいいんじゃけどな。まあとりあえず準備していきますさ。おいおい、やっと来やがったで、やっと。も
6時半だ、黒なるほど来やがったで、これ